内りきは、江戸幕府の役職の一つ。江戸の町奉行に仕える家臣で、奉行所ではなく町奉行個人に所属するよりきである。町奉行所は、役人であるよりき同心が、実質的に世襲で職を務めており、仕事に熟達した彼らが万端を全立てをするため、新人の町奉行であっても問題なく、業務を行えた。しかし、役人たちは奉行所という、 役所の五きのものであって、制度上の部下ではあるものの町奉行個人に付属しているわけではないため、奉行が業務から外れた仕事をさせようとしても、そのような前例はないとして拒否された。そこで、町奉行の秘書官とも言うべきものの存在が必要とされ、設置されたのがないより行きであった。町奉行は、元から自身に仕えているケラや、ことに慣れたものを臨時に雇い入れるなどして、 よりきの地位につけた。側用人、留守居、使い番、故障、有質といった役を兼務した、公用人が3人、訴状係の目安方が2人の、計5人が内よりきであった。ただし、内よりきは町奉行所に勤める50機のうち、各2機ずつとして勘定されており、両奉行所で計46機が、奉行所付きのよりきということになる。なお、奉行が職を辞するときは、 内寄きもそれに伴って奉行所から知りくことになる。内寄きは町奉行の陪身の立場であるが、奉行所の他の寄きと同様に治業をもらっていた。超奉行所の寄きは、数佐と下佐に一万国の地を治業地として割り当てられており、これは寄り個々人ではなく南北奉行所の寄き全員の治業所で、ここから寄きそれぞれに厳米が支給された。 この地行地は、大縄と呼ばれており、この一万国のうち、与力四基分として八百国が裂かれ、公用人六人に六百国、目安方四人に二百国を給した。内与力の設置は公然の習慣となっていた。しかし、武行個人の家臣に淵を与えるのは、不法として内与力が廃止されたことがあった。完成の頃の南町武行、坂部広隆と、 天保年間の同じく南町奉行、鳥居王蔵がそうであり、その時は北町奉行所でも同じく内寄りきは廃止された。しかし彼らが職を辞した後は内寄りきは再設置され、そのまま幕末まで内寄りきの線は存続した。ありがとうございます。